はい、えー。皆さん、こんにちは。NHK から国民を守る党参議院議員の浜田聡です、えー。今回の動画ではですね、えー、私の議員事務所の方に、えー、仙台弁護士会の方からある郵便物が届きました。まあ、私の事務所というよりはですね、正確には NHK から国民を守る党に届いたものでございます。えー、どういう声明かというと、おですね 2020年度の司法試験における厳正な合格判定を求める会長声明ということで、仙台弁護士会の会長さんがですね、えー、声明文を届けてこられました。はい まあ、要はですね、司法試験受験者数がですね、えー、少なくなってきているんですね。で、その中で、えー、司法試験の合格者だけは1500人ぐらいを目安にですね、保つようにということになっているので、このままでは、あの司法試験合格者の質が保てない可能性があるということで、えー、しっかりとですね、司法試験の採点をしろと、合格判定はですね、えー、むやみに甘くするなと、そういう声明だと思います。えー、こちらですね。 仙台弁護士会の会長の方からですね、東郷さんっていうんですかね、はい、会長声明が届いております。えーとまあ、本当に目的としての届け先はですね、法務省の司法試験委員会ではありますけど、参考総付ということで、まあ、衆議院議長であったり参議院議長など、まあ、その他ですね、重要な機関に来ておりますが、まあ、あの ね、一般の参議院議員である私宛というよりはですね、これ、えー、高等である NHK から国民を守ると宛に来ていると考えるのが、まあ、いいんじゃないかなと思います。はい。えー、ちょっとまあこの内容をですね、紹介させてもらいますと、ですね、こちらですね、声明文の方を読ませてもらいます。2020年度の司法試験における厳正な合格判定を求める会長声明。2021年1月20日。 2020年度の司法試験の最終合格発表が行われる。司法試験の合格者数については、放送養成制度各推進会議が2015年6月30日に司法試験の合格者数を年間1500人程度は排出されるよう必要な措置取り組みを進めると決定している。 ところで、司法試験の出願者数及び受験者数は年々減少している。2012年度から2020年度までの司法試験の出願者数、受験者数及び合格者数は次の通りであるということで、まあ、2012年度からですね、2019年度までの推移がですね、まあ、書いてあるわけなんですね。例えば、2012年度は、 あそうですね。ちょっと受験者数が8387人で、えー、合格者数が2102人で、合格率としてはですね、えー、こちらどっちを見ればいいのかな。えー、っと、はい。こっちはどうかな。えー、っと、まあ、か、まあ、受験者数ベースで見るとですね、25.06%になります。 がですね、まあ、年々受験者数が少なくなってきて2019年度はですね4466人受験者数で合格者数が1502人になっておりまして、えー、合格率が33.63%となっているというわけで、まあ、受験者数が減っているのに合格者数があまり減っていないということ。まあ、1500人 から、まあ、下回ることはないということで、えー、年々ですね、合格率が上がっているわけなんですね。で、まあ、続き読み上げますと、法科大学院については、志願者数のピークである2004年度は、志願者数延べ7万2800人、入学者数5767人であったが、2020年度は、志願者数延べ8161人、入学者数1711人となっている。 このように、法科大学院の志願者数、入学者数も、司法試験の出願者数、受験者数も、ピーク時に比べて、著しく減少している中で、本年度も司法試験の合格者数を、年間1500人程度は排出されるべきであるとの方針を維持するために、合格ラインが下げられてしまうと、司法試験制度に本来期待される選抜機能が大きく損なわれ、 合格者の質を制度的に担保できない事態も想定される。そして2020年度の出願者数は4226人、えー、司法試験受験者数は3703人であるから、仮に合格者数が1500人であった場合、合格率は対出願者数で35.49%、対受験者で40.51%となる。 司法は基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とするものであり、その司法を担う放送の質、維持、向上は国民にとって重大な課題、要請であるから、合格者数の確保のみが優先されるようなことがあってはならない。えー、放送要請制度改革推進会議の上記決定も、排出される放送の質の確保を考慮せずに達成されるべきものではないことに留意する必要がある。 とも指摘しており、放送の質の確保が前提となっている。司法試験は裁判官、検察官、または弁護士となろうとする者に、必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的にしているのであるから、司法試験法1条、閉じ、司法試験委員会に求められているのは、安易に一定数の合格者を排出することではなく、 司法を担う放送に必要な学識及びその応用能力を適正かつ厳正に判定することである。よって、当会は2020年度の司法試験の合格判定にあたって、1500人程度とされる合格者数の確保のみが優先されるべきではなく、司法を担う放送の質の維持、向上の要請を踏まえた厳正な判定がなされることを求める。 以上、2020年、令和2年、10月22日、えー、仙台弁護士会会長、東郷博士、えー、ということで、えー、声明文の方をいただいております、まあ。この声明文はですね、インターネット上で、えー、仙台弁護士会のウェブサイトから見ることができますので、えー、見ることができます。まあ、あの受験者数が減っている中で、えー、ですね、合格者数維持されているので、 ちょっと、どうだなと、ちょっとね、厳しくしろよみたいなことだと思って思うんですけど、まあ個人的な意見を申し上げますとですね、私はもう合格者数特に減らす必要はないのかなと思います。というのはですね、まあ確かにね、受験者数が増えて、 増えて、まあその合格者のね質を維持したいという気持ちはあろうかと思いますが、ただ一方で司法試験っていうのはですね、受験することすら結構ハードルが高いんですよね。えー、というのは、えー、まあ、私の知っている範囲では、あロースクーいわゆるロースクール 法科大学院を修了しないと受験資格が得れないまたはですね司法試験の予備試験というですねこれまた難しい試験をですねパスしないと司法試験というのは受験できないと承知しておりますまあその時点でですね受験資格にかなりの ハードルが、まあ、課されているのですから、まあ、その分、司法試験が、うん、まあ、このままですね、まあ、受,受験者数減って、 現となっていてもですね。まあ、そこはあまり気にし、気に,まあ、気にね、する必要はあると思うんですけど、そこまで神経質になる必要はないんじゃないかなと思っておりますが、まあ、皆さんのね、ご意見も <laughs> あろうかと思います。まあ、例えば、医師国家試験というのはですね、だいたい合格率が90%なんですよね。まあ、私も2011年かな。はい、受験して、えー、受験して合格しましたけれど、 まあ、あの、基本的には、あ日本、一般的にはですね、えーまあ、国内であれば大学の医学部、医学科を卒業して、えー、受験資格が得ることができるということになるわけで、まあ、そこがね、まあ、医学部の場合は、じゅえー、まず入学資格がなかなかあハードルが高いのかなというとこ特殊な状況になっておりますけど、 まあそういうところもまあありまして、受験資格を得るだけでそれなりにハードルがまあ課されているわけなので、まあそういう意味ではですね、えー、まあ今後もある程度は、つのかな、まあ司法試験の合格者数は、まあ1500人維持でもまあ問題ないのかなとは思いますけれど、まああの、 一方で、仙台、今回のような仙台弁護士会の会長さんの声明もわからないでもないということでございます。ということで、今回の動画ではですね、仙台弁護士会からですね、このような声明をいただいて、司法試験の 現状と言いますか、そういう、なんつうのかな、まあ、あの、ここ数年の流れというか、推移、受験者数と合格者数の推移を、まあ、知ることができましたので、まあ、皆さんにもね、共有をさせてもらって、ま、あの、 皆さんからのね、ご意見もコメント欄いただけたらなということで、まあ、今回の動画を撮りました。はい。本日令和2年の11月6日、金曜日、時間が16時12分ですね。はい。えー、現在参議院の議員会館におります。まあ,あの、私宛にですね、えー 来る郵便物というのは、あのまあ、これまでね、毎週1回、えー、紹介している、まとめてね、紹介したりしてるんですけど、まあ、このように、えー、ですね、等であったり、投資宛に来るものもですねあの、最近は私の事務所にも持ってきてもらうようにしております。うまあ、こういうのもね、なかなかあ面白いというかあの、なかなかね、こういうのを知ることが、まあ、で,きないできない、なかなかね、知ることできないんだけど、結構共有すると、 個人的にはね、面白いなっていうところもまあありますので、まあこういうところも、まあ遠宛てに来た郵便物なども紹介していこうと思います。まあ面白いというか、あの、まあ共有してみたいものがあればですね、あれば,あればというかちょっとおかしいですね。まあこういう、ちょっと面白いなっていうものがあれば、ちょっとう、それに絞った動画をまあ作ってもまあいいのかなという感じはいたしております。というわけで、えー まあ最後ね、えー、長々と話してきましたが、終わろうと思います。えー、最後までご視聴ありがとうございました。えー、参議院議員会館より NHK をぶっ壊す。